ザリフ外相はツイッターで、今回の攻撃は国連加盟国の自衛権を認めた国連憲章51条の下で行われたと主張。いかなる攻撃に対しても防御はすると警告しながらも、釣り合いの取れた自衛のための措置に出てこれを完了したと述べ、一旦攻撃が終了したことを示唆しました。